どうもハローこんにちは。エンタメ会社の社長、アーティスト、音楽家、そして不動産王のトムハクこと大島智広です。今回はですね、今大ヒット中のあの大注目の楽曲 Ado さんの「踊」について隠れた魅力をですね、この業界も僕18年プロの音楽家として活動してるんですが、プロ音楽家がちょっと掘り下げて皆さんにご紹介する動画を撮りますので、ぜひぜひ皆さん楽しんでいってください。この番組はですね、音楽の、深い知識とか、その深い話を皆さんにお伝えしたり、アーティストとして僕が20カ国以上ですね、ライブを行ってきた経験がありますので、その感じたこととか、あともう会社の経営だったりだとか、不動産のことなど、オールジャンルのバラエティ番組になっております。で、よかったら皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、生のトムを見に来て、ライブにも来てくださいね。ということで、今回始めたいと思います。はい。で、今回ですね、この Ado さんの「踊」なんですけど、この「踊」を聞いた時にちょっとね、衝撃を受けたんですよ、僕。また出てきたかと。何が出てきたかっていうと、日本からこう世界に飛び出すような日本発の音楽がまた出てきたかと。このAdo、Ado さんですね。Ado さんに関しては、今までの楽曲もたくさん僕実は聴かせていただいてたんですけど、その中でもこの Ado に関しては、ちょっと、また質が違うというか、ちょっと別フェーズに行ったような、楽曲かなと。かなりこう一つ際立っている感じが僕はしてですね。なのでこれを、少しこう深くお伝えしていこうかなと思っております。で、まずですね、プロの音楽家が、うわーって思うことを、いくつかあるんですけど、その中でも分かりやすく、でも意外と聴いてる人たちはそこにこう耳を向けて聴いてないかもしれないという点で、皆さんにお伝えしたいのがですね、声帯なんですよ。これ、Ado さんの声帯って50% 日本人で、50% くらい外国の人たち、いろんな国はあると思うんですけど、日本っぽくない声帯をしてるんですよ。で、これがあるとですね、特に歌物って言われる楽曲は、もう歌が命なんで、楽器とかアレンジとかももちろん大事なんですけど、それ以上にも歌が全てなんで、声質とか、声帯ってめちゃめちゃ大事なんですよ。で、いわゆる外国人ね、アメリカ人だったりとかヨーロッパの人とかっていうのは、日本人ってちょっとね、声帯すごく特殊で、ちょっと細かったり、悪く言うと細かったりとか、特徴的な声を出せるような声帯を持ってるんですけど、なので外国人の声帯ってね、すごい太い音をすごい出せる声帯を持ってらっしゃるんですよ。で、今回このね、Ado さんはそのミックスな感じがしてて、それもあってオリジナリティもあるなっていうことが、やっぱ聞いてすぐ分かったんですよ。それで衝撃を受けたっていうのがあって。で、近いところで言うとですね、近いところっていうか、そういう今言ったように、声帯がちょっと日本人っぽくないよねっていう人だと、これも僕衝撃を受けたんですけど、オフィシャルヒゲダンディズムの、藤原さん。藤原さんはですね、もう声が、もう日本人じゃないですね。もう声の質が、もう声帯が違います。で、時々ね、この、いわゆる天才みたいな人たちってやっぱ現れて、最近で言うとこの Ado さんとか藤原さんがすごく、そういう声質なのかなと、プロの僕から見ると、思いました。これが一つの魅力としてあります。で、もう一つ。これはですね、ちょうど楽曲を作ってるのがギガさんっていう方と、あとテディロイドくん。テディロイドくんは実は僕、親交も深くて、よく一緒にこうご飯食べたりとかよくさせていただくんですけど、音楽ジャンルで言うと、今回って、もう王道のトラップっていうジャンルなんですよ。トラップっていうジャンル。もうトラップといえばこうだよねっていう楽曲構成になってて、で、途中いろんなこう構成がね、日本語で言うと A メロとか B メロとか、外国で言うとバースって言ったりとか、いろいろ言い方が違うんですが、 A メロ B メロとかサビとか、ちょっと落ちサビとか、そういうものに関しては、いわゆるこうフューチャーベースとか、あとメロディックハウスとか、そういうジャンルが結構混合されてて、すごく面白い楽曲になってるんですね。で、その中でもイントロから入ってる、A メロかな、 A メロから入ってる、イントロ A メロに入っているブラスのフレーズ、後ろで鳴っているサンプル的なブラスのフレーズがあるんですけど、あれにもういわゆるもう本当に王道のトラップですよね、展開がマッチした時に、でなおかつあれに乗るメロディーの流れとかメロディーの積みがもうちょっとね日本っぽくない感じなんですよね。で日本っぽい感じもちょっとあると。だからもう声質もちょっと日本っぽくないし、メロディーとか楽曲の構成もちょっと日本から少しこう離れてる、フェーズがちょっと違う感じにいってる感じがもう全部が融合されてて、おバッて聞いた時にうわなんかすごいの出てきたなみたいな感じをね、僕衝撃を受けたんですよ。なので今回のこの動画撮りたいなと思ったんですけど、まあこれ今言った、王道のトラップのトラックの作り方ですね。トラックの作り方とその声のマッチング具合と、あとメロディーの流れ、これが、いわゆる J-POP っぽくない感じを構築してるんですよね。海外の日本にいながら海外のことを思って作るんじゃなくて、実際に海外に足を運んでその人々を見てその場の空気を吸って、あヨーロッパってこういうところなんだ、ドイツってこういうところなんだ、アメリカこういうところなんだとか、そういうのを感じて作る音楽家って違うんですよ、出す音が。うん、日本にいながら海外に憧れてとか海外をリスペクトして音楽を作るんじゃなくて、ね、ちゃんと空気を感じ取って作る人は違うので、やっぱこうテディ・ロイド君とか、まあ、ギガさんをちょっと僕信仰がそこまで深くないのであれなんですが、テディ・ロイド君は本当に外国のその空気とか外国人のね空気とか、そう外国の空気もすごい分かってる人なので、それも音ににじみ出てるのかなとプロの目から見ると思います。はいで、あと最後、これ最後なんですけど、さっき言ったトラックを作るってことと、まあ全く一緒なのかもしれないし、ちょっとこう、付随した話、ちょっとはみ出した話かもしれないですけど、グルーブ？これもね、グルーブもすごく、こう、ドライブしてて、変な音も詰まってないんですよ。音数も少ないんだけど、グルーブがむちゃくちゃ凝ってて、A メロ、日本語で言う A メロだけでも、キックのグルーブとか、その、音の、なんていうんですかね、音の尻尾みたいな風なのがあるんですよ。リリースっていうんですけど、音のリリースの調整のし具合とか、あとその後ろで鳴っているなんかこうキック以外の音とかの空間の作り方とか、そういうものが全部グルーブが、これもまたちょっとね、日本独特な感じじゃなくなってきてるというか、ワールドワイドインターナショナルな感じの独特の間があってですね、これもこの楽曲のクオリティをこう上げている部分なのかなと。で、多くの人々の心を掴んでる部分なのかなと思います。うん。なんでなんかね、YouTube でも僕噂でっていうか、もういろんな動画こう日頃見てるんですけど、この踊の楽曲に関しては、外国の方々がですね、もうかなりこう絶賛してる動画とかも僕もいくつも見てるので、まあ今までで言うと日本人だとこう上を向いて歩こうとかね、古い曲だと、あと最近でもないですけども、10年15年前だと松井恵子さんっていうピアニストがいたんですよ。ビルボードのトップら辺をこう取ったりとか、したりとかしてるんですけどね。だからもう時々ね、日本人でこういう風にこうインターナショナルに活動する人たちってのはたくさん、もう今言った人たち以外にもたくさんいるんですけど、出てくることがあって、で今回のこのAdoさんの踊はね、まあ YouTube から出てきたそういうなんか新しい風というか、そういうものを感じたので、ぜひそれをね皆さんにお伝えしたかったので、今回は、この動画を撮りました。はい。ということで、まあ、今回ちょっと、まあ、プロフェッショナルが使うような専門的な用語も出てきたとは思うんですけど、まあ、パッと聴いていい音楽だよねっていうことはもちろんあると思うんですよ。だからこそヒットしてるので、もう一日でね、何千万再生とか言ってる理由はまさにそこにあるとは思うんですけども、こう、プロの見解からこういう技使ってるよね、こういう、世間的にこういうことが、トレンドとしてあるので、それをどういうふうに取り入れてるよねとか、空間の作り方、グルーブの作り方ってこうなってるよねみたいな、ちょっと詳しい話をぜひ皆さんにもねお伝えして、あ、音楽ってこういう風にみんな詳しく深掘りしてちゃんと大事に作られてるんだなってことをお伝えしたかったので、今回この動画を撮りました。いかがだったでしょうか。ということでね、今後も、こういうちょっとね、真面目な話も含めて、ともチャンネルやっていきたいと思うので、ヒット楽曲とか、皆さんがこの曲解説してほしいですとかあったら、ぜひぜひ、コメント欄にも残してください。そこからピックアップして、僕も面白そうな楽曲全部聴いてですね、皆さんに、詳しくお伝えしていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、ともはくこと大島智弘でした。またねー。